おはようございます。酒の君塚古墳でございます。大阪市内にはね、大船古墳が3個あるんやけどね、3基。目的地は右側です。はいはい、わかりました。でちょっと小ぶりな古墳とね、4基ぐらいあるんだけど、なかなか現存してないんでね、これが円墳かね、わからんな。今平野行ったんやけど、平野駐車場がなかったんでね、全然開きませんよ。ほんでこっちに先来たんだけどね、あと夕方で回ってみますわ。平野はね、これ上上がれないのかね。あ、これ来たことあるな。ここありがとうございます。あ、公園になってますね、完全に。公園になっておりましてね。先の君塚古墳、ダメでしたね。何か分かりませんね、これは。かなり大きいんだけどね、大阪市内の中にしてはね。あそこは今の雰囲気だったよね。雰囲気でございます。あ、ここにあります、ほら、酒の君塚。公園になって何もありませんわ。滑り台があって、おお、大きな木、トンボも何もないから、これ。あ、この看板ある。おお、看板ありました、ありました。もう高いで、そういうことかね。なるほど、平塚と言われてるという話だったけどね。公園でございます、はい。これは全部古墳だったとすると、この幅が40メーターぐらいで、長さが7、80メーターあるか、大きいんですけどね。まあちょっとわからないけど、で高さがまあ5、6メーター、そんなないか。あの下から行っても5、6メーターないか。まあ削られた跡やからからね。まあ5、6メーターあったかもしれませんね。上にはね、自動販売機まであるんですよ、これ。これ横は来たことあるんだけどね。これこんな古墳とは思ってなかったね。あの横はいつも通ったよね、あれはね。あれと。そこに交換があるんだけど。はい、通ったことあります、横はね。あれどこやったかな、 BA ソックスさん、靴下屋さんがあったんですよね、その。どこでしたかね、ここの近くにね。で帰りにここ通って、間違いないか見てみましょうか。面白い道路のはずやけどね、これ。こっち見たら分かる。あ、こんな道路ですよ。あ、これはあの、ここからまっすぐ来たとこやね。何やったかな、通りは、商店街は。あの商店街があるんだよね。で交番があってやろう。うん、来たことある、通ったことあります。昔この辺止めてたね、車。この辺止めてね、ちょっと時間待ちたことある。ここは記憶は残ってますわ。まあ現存するんでね、珍しい古墳でございますけどね。これもカラスおりまくか。3メーターぐらいしかないね。こんな感じやからね、高さがないですやっぱり。なんてなってんのかね。作の君塚本、間違いないね。はい、ありがとうございました。